こんにちは。ご機嫌企画委員の富山康と言います。サンフランシスコの近くで行われたアメリカと中国の首脳会談について今日はお話ししたいと思います。今回の会談で、アメリカと中国は中断されていた、両国の国防大臣クラスの対話及び制服組トップの対話を再開するということで、合意して、アメリカと中国の緊張が若干緩和されたんじゃないかという雰囲気が一応世界のメディアで伝えられています。ただこれは表向きの感想であってですね、この会談の本質を一番掴んでると思われるのはアメリカの新聞のウォールストリートジャーナルが社説で言ったことなんですけども、この表向きの友好の雰囲気を見て、で騙されてはいけないと、中国がアメリカ主導の国際秩序をひっくり返そうとしていると、そういう野心を中国は放棄したと、そういうふうに思ってはならないと、そういう中国に対する厳しい見方の社説を掲げています。で、この中国の野心ということに関して言いますと、習近平主席は今回の会談で、地球は大きいのでアメリカと中国はそれぞれ成功を遂げることができると言ってるんですね。つまり、考えようによってはこの発言はアメリカと中国で、世界を分割すればいいのではないかと、勢力圏、両方の国の勢力圏で分割すればアメリカも中国もハッピーだろうと言ってるように受け取れる発言です。で、習近平さんはこれまでは太平洋は広いのでアメリカと中国はそれぞれ成功できると、受け入れる、その広さはアメリカと中国を受け入れることができると言ってましたんで、今回の発言はその太平洋を地球規模に広げたということで、相当大胆な発言になったというふうに感じています。で、このまあその地球規模の中国の野心に関して第一歩となるのはやはり西太平洋からアメリカを排除するということなんでしょうけども、この西太平洋から排除する柱になるのが台湾ですね。中国が台湾を統一するという話です。それによってアメリカをこの地域から排除するということですが、気になるのは首脳会談が終わった後の記者会見で、バイデン大統領が記者から質問を受けて、台湾侵攻があった時にアメリカは台湾を守りますかというふうに聞かれたんですね。これはバイデンがこれまで4回ほどですね、アメリカは台湾を守ると言ってきたんで、それと同じことを今回も首脳会談の後ですけども言うかと思ったら、はっきりバイデンは答えなかったです。で、これは発言質問を聞き間違えたのか、あるいはわざとはぐらかしたのか分かりませんが、ともかく質問と答えが全く噛み合わなかったというやり取りがありました。で、これはですね、中国から見たら、いや、アメリカはバイデンは今まで言ってきた台湾防衛の決意をやめたんじゃないかというふうに解釈されかねないやり取りで、これは心配なことだと思います。で、私たちとしてはですね、この中米中首脳会談の表向きの進展とは別にですね、中国が
今後どういう行動を取るのか警戒し注意し、それと同時にその中国のそういう行動を抑える抑止力の強化といいますかね、そういうのを具体的に図っていかなければならないというふうに思います。ありがとうございました。